にちは、 ABS プロスタッフの福江和恵です。今回はプロアマ最新作インベーダーブラックのレポートをお送りいたします。発売と同時に完売、再入荷もバックオーダーで完売。発売以降、全国でパーフェクトや800シリーズが次々と樹立され、女子全日本プロボウリング選手権ではテレビ決勝進出者全員がインベーダーという使用率の高さ、今でもインベーダーを探すユーザーも多く、話題性もさることながら実績まで短期間で驚異的な数字を叩き出したプロアマインベーダーマルチ、今回満を持してインベーダーブラックをリリースいたします。今回もインベーダーマルチと同じインフィニティ 2.50 コア、テクノロジーにカバーストックはインベーダーマルチよりキャッチの強いリアクティブ MO6.0P を搭載。ブラックとマルチとの比較等級のイメージではバックエンドの突き刺さるような強さを保ちながら、インベーダーマルチよりやや早めの立ち上がりかを感じることができます。カバー表記の数値 6.0 と下一桁 P はそれぞれ強さと素材を表し、 6.0 の強さでパールとなり、マルチと同じ素材ながら強さが増しています。すなわちパール素材のマルチのようなスキッドを確保しながらキャッチを強めることでオイルに対しての挙動を少なくしています。そしてマルチと同等の鋭いバックエンドリアクションはそのまま継承されています。間違いなく言えることは、新たにプロアマブランドでインベーダーを発売できたことは、ただ単にブランドが増えただけではなく、幅広い領域の性能のボールを持つことができるということになります。私たちはインベーダーマルチ同様、このインベーダーブラックも発売と同時の完売を目指し、また輝かしい実績のある表舞台で使用していただく性能であることも自負しています。インベーダーマルチを使われた方、もしくはマルチを見送った方は、ぜひこのブラックの性能を試していただけたらと思います。今回のインベーダーブラックはマルチよりややキャッチするカバーを搭載、マルチの挙動を和らげ同等のバックエンドリアクションを実現させています。どうぞ皆様、完売する前にこのインベーダーブラックお試しください。